大丈夫それ。え、俺今アーカイブ撮ってシャワーまで行ってるけど見てないな。俺が通った後なのか。マットメイト。うわマジか。やば。うわこれ強。気持ちいいだろうな今。じゃあ次行きますか。はい、はい、お願いします。お願いします。いやもうサクッと切って俺が思ってること言うべきだったな。あ来た。おはようございます。うわ、ゴミかよ。ナイボーナイボーはい。ウエケンさん、今回のロールプレイ何ですか？私の名前はコウモリ。これ、ロールプレイ？クオリティー出したんだろ？ロールプレイ？ああ。ダウンロードか。で、ミーティング行く暇なくなった。私の名前はクオモリ。ご主人誰だ。コウモリ。コウモリ。処刑。メインホール真ん中。コウモリが。メインホール真ん中左ぐらいかな。真ん中左。3秒前に見た段階では死んでましたね、バイタルを。エレキから登って移ります。通報光ります。いや左行かないと無理。ああじゃあコウモリコミュエンジンメインって言ってます。10秒以内んコミュエンジンメインね。はい原始点神明をコックピットに残した状態でコミュに抜けたタイミングでハササさんとお会いし、でそのまま宿舎前まで多分ほぼ同行だったと思う。ちょくちょくハササさんが視界から消えた気がするが、なので神明ハタまで一応神明はほぼ白、ハタさんは半白ぐらい。はい。プテ君って俺の白は出せますか？一応エリハイブリさんはどうかな。ハイブリさんぐるぐるタスクの隙間からハイブリさんが見えて左に行くのは見えたんだけど、うん、その後にハイブリさんが7番の部屋から右に来るっていう感じだったと思うから、うん、上上がって殺して戻ってくるっていうのは一応可能ではあると思う。なるほど。一応エレキの配置がぐるっと C みたいな形にはなってるのね。真ん中は8番から下に入れると思うんやけど、それで俺、ガチャガチャタスクやってるので、下から出てきて7番から8番に入ったって感じです、うん、薄めではあると思う。それより富士宮とかの話の方が聞きたい。はしめさん俺無理じゃん。停電明けにシャワーに一緒にいて、その後富士宮、あまあ無理ではないか。まあでもアーカイブ昇降機右、アーカイブラウンジ貨物、まあ、かなり厳しいと思ってほしいけどね。ちなみに停電を速攻直したのは僕です。うん、めっちゃ早かった。てさんってメインエレキメインって感じ？メインエレキメイン、そう、シャワーの後はそう。はいはい。あとは。え、藤宮はなんで無理だと思ってもらえると思う？停電明けは一緒にいて、プテさんがその後下に下ってったよね。うん、そうだよ。その後にぐるぐるタスク、アスタリスクタスクでメイン上がって発見だから、全然、まあまあ、めちゃくちゃ時間あった。メロン神モモはどこですか？僕は停電になった時は石球でアップロードしました。ガミさん、ガミは最終シャワーでタオルしまってます。キッチン石油エレキシャワーですね。俺停電になった時は武器庫下やってて、そのまま展望、じゃあキッチンでキッチンの弁当タスクそのまま戻ってコックピット今。わら全然わかんない俺たち。わかんねえな。わらかっこわら。はい、はい、います。もう一回話すと、私、畑坂さんと終盤ほぼセットで動いてるんですね。ただ、宿舎前
コミュ前通路で1回見たのと、その後宿舎前のドア2つ開けてるんですけど、その時に畑さんがおられたんで、その間にメインに行ける可能性があったか否かだけ確認したいです。僕視点は源さんは無理です。うん、なんかただその梅県がコミュエンジンメインっていう動きをしていることから、源さんが、コミュから来ているから無理っていう判断なんですけど、はい、だからそうなると石油館にいるネロハプリが無理そうで、シンプルインプテさんの発見とシャワールームにいたナメサミさん、キッチンベントからのトータさんのベント、ベントはどうかできるかっていう三択かなと思ってます。まあ俺も一応浮いてるから全然できる。トータさん一応ね、中盤あたり武器庫にいたのは僕が見た気がする。手ぐらい。さんってナメさんってごめんなさい、エレキからシャワー行ったの？そうです。でエレキ登った時にエレキの中を左に走っていく人誰か見たと思うんですけど、ネロちゃんかな。いや、あ、じゃあハイブリさんかな。ハイブリさんかな。え、俺でしょ。ああ、じゃあ、じゃあそうだと思います。はい、うん、どこから左に走ったって左から右ですか。右から左、右から左。ああ、それだったらハイブリさん無理かもね。アスタリスクから出てガミさんプテ君の順ですれ違って、123のところのタスクやってから戻っていく時にプテ君が、エレキに上がって、エレキからメインに上がってったっていう、あのね、最速で行かないとハイブリさん間に合わないと思うから、その場合はじゃあハイブリさん無理です、はい、ガミさんがそのハイブリさんが右から左に行ってくるのを見てるんだったら無理、ハイブリさんにしろって。ガミさんって石油から行ってんすよね。そうです、うん、石油ではタスクしないで通っただけって感じ。石油でテープタスクしましたよ。キッチンでバーガーやって石油行ってます。そうなんだ。キッチンは来てトータスさんってさっきのその停電の時のターンってさ、はい、キッチンで最後なんですか。いや違います、キッチンでベントタスクやってそのまま武器庫コックピットって言ってます。え、さっき展望って言いましたでしょ。あ、ごめん、コックピットで最後コックピットって言ってた気がするけど、名刺も2人とも大丈夫なんですか。大丈夫、あのこの2人は絶対大丈夫なんだけど、トータスさんはそうね、武器庫で成長やった後に、うん、まあ一応そうか、コックピットにいたら分かんない。神藤桃も3択で、でね、まあプテを白で置いた場合は。うん、うん、うん、いいと思う。結構難しいと思うけどな。うん、誰が難しいって藤見が。ああ。神さんとかとも、中盤しか見られてない。全く見られずにカモスからベントで行くってことになるから。私ここは外れるのかな。キッチン。メインなら素直に置いとこう。いや、どうしようかな。場所はアーカイブの真ん中のちょっと下ぐらいです。一応カメラにはギリギリ映るくらいの下のところらへんでした、うん、シャワーにガミさんと一緒に行った時に、アーカイブ僕行ったと思うんですけど、その時には慎太郎くんアーカイブ に,、うん、にいて助けちゃってました、生きてました。その後ラウンジ行き、ネロちゃんがアーカイブの方に行ってます。アーカイブのどこっつった。アーカイブ あの真ん中の円卓のやつの下のところです。え、俺今アーカイブ通ってシャワーまで行ってるけど見てないな。俺が通った後なのかな。俺今あのシャワーからメインに入るとこまで行っていて、確かにアーカイブ通ってますよ直近で。慎太郎はねダウンロードしてたよ、うん、うんうんうん、してたしてた。で俺目線プテは弾けそうかな。目屋さんにしろ打てる。地味は左で浮いてる、うん、初手あのテープタスク目前まで行ってます。セキュリティでトータスさんに合ってる。あ、そうなんや。プテ君とミヤ君ってどこで後ろ取り合ってる感じ。貨物の左下ですね。あ、なるほど。弁当前ぐらい。うん。ガミさんは弾けるんですか、シャワーにいたって言ったけど。ガミさんはね、アーカイブにいた。アーカイブ脇で本タスクやって、タオルタスクやって、ハイブリさんが上行くの見て、今メインホール左まで来てます。で、うんうん、そのアーカイブから出てったのをメイヤさんか畑迫さんあたり見ててくれれば弾けると思うんですけど、確かにアーカイブから下の方に行ってるようなガミさんは見て、その後ラウンジにネロちゃんがいたかな。
そうだ、一緒にトイレタスクしたね、メイヤさんとね。そうよね、うん。で、プテもいて、うん、で、プテがダウンロードタスクだから、そうだね。シンプルにネロちゃんか。まあ、うん。今、メイヤ君がの死人を全く同じように俺が見てる。ガミさんって最後の最後まで死にある感じですか？俺、初手のこと考えたらガミさんか、まあ、ハトサクロかなとは思ってたっすけど、まあ、でもハトサク厳しいもんな。俺僕やるとしたらメインから弁当しかないと思うんですけど。メインから弁当。ハトサコって一回貨物にいるんだよね。ガミさんしてハイブリさんはどうなの？俺からしたら、ああ白弾きは全然できないです。いや、その後ネロちゃんが通ってるので、俺釣られる流れなんであればちょっと話させてほしいんですけど、うん、俺初手の件で言えばもうガミさんがめちゃくちゃ来ると思ってるので、ここあ本当。いやコミサブ中。あコミサブ中？ごめん。ココローラーでお願いしたいです。うん、あ。ネロガミローラーね。はい、うん、お願いします。そうなりそうだね。ここで100落ちる。コミュ直しますね。と思います。ボタンいきます。え、ネロちゃんはインポスターなの？ネロちゃんは違いますよ。マットメイト。うわ、マジか！マットメイト！やば！マットメイト！いいぞ。強。それ強いな。次の議論はごちゃれましたね。ねえ、ガミさん。うわ、これ強。気持ちいいだろうな今。なんで説教されたい。気合い。直しました。はたさこが持ってかれてる、ね。いやネロちゃんもそう待ったと思うよ。ネロちゃんがだって慎太郎をアーカイブで見てないっていう主張がまずおかしいから。うんうん、ああじゃあどうしよう。俺の資料が出なくなっちゃったな。いやハイブリさんはね。ネロちゃんとすれ違ってるって調子だけど、その後に貨物配線にいるのは僕見てるよ。うん、あそうそう、プテ君見てて、だからメイヤ君が見た死人の後追い俺が全く同じようにしてるね。ゲンさんが出せてないから、そこだけがな、心配だな。その次に誰、メイヤさんの次に誰弾くかって言われたら、僕はハイブリさんだった。うん、あ本当に、うん、うん。あ、そうなんや。ガミさんから、あ、じゃあ、ハイブリさんからガミさんって弾けるんですよね。アーカイブ下下って言ってんなら。いや、弾けないよ。いや、弾けないと思うな。ネロちゃんがこの後に通ってるから。俺はガミさんをタオルタスクのところに置いていってる認識で、うん、俺はシャワーのカンカンタスクやった後アーカイブに入り、本を直している慎太郎を見てるのね。だから多分メイヤ君のダウンロードが終わった後に本タスクやってると思ってて、でその後ラウンジのトイレタスクの時にネロちゃんを見て、さっき言ったプテ君がダウンロードしてるところに俺が配線タスクしに行ったって感じ、うん、これ初手の容疑がガミフジトータスであったじゃないですか、うんうん、で今回ネロちゃんがマットで対抗にガミさんあげてるけど、ガミさん釣ります？いや、正直今、怖いと思う。もう一回そうね、うん、話し合いしてなと思って、それはいいと思う。で、トータスさんはね、僕、初手の動きでちょっと怪しいなと思ってるんですよ、ね。あ、そうね。キッチン武器庫コックピットで最後ですよね。コックピットのどこにいるんですか？コックピットの、 あのリングヒットのところで。なるほど。さっきのキルに関しては、ガミさんがアーカイブシャワーメインって言ってて、はい。ルナラトータスさんは無理かなと思うけど、石油で見てるから、序盤、まあ。うん。さっきのキルはね。うん、うん。そう、序盤は分かんないけど。うんそうね。アーカイブに、そうね、ガミさんがアーカイブからシャワーに行くの見てる。今、コミサボ、あ、一応、今、コミサボ直した人います？ガミさん、ガミです。今、コミサボ、ああ、まあ、そっか。俺、扉を、コミサボの扉だけ開けて、他3つが開いてたっていう状況を言おうと思ったけど、まあ、全部開いてるか関係ないわ。うん。で、アーカイブに新ゲンさんはどこにいたんですか？さっきのターンは。さっきのターンは私、エレキですね。で、バイタル入ったぐらいで終わりです。序盤はメイン脇で、エレキでも見てます。はい、まあ、張り上げとぐるぐるとレバーやってました。見てるわ、ゲンさん。これちょっとマジでわかんねえな。まあ一旦スキップしますか。そうね。ちょっと、うん、まあでも素直にガミさんで、うん、まあガミトータス落としたいけど、うん、まあ僕視点は。なるほど。いやまあわかるっちゃわかる。それはめちゃくちゃわかる、うん。うん。その視点はめっちゃいいと思う。えらい。ボタン使ってるんで左行きます。ボタン行こう。はい。これめちゃくちゃいい。難しいね。よロッキー。ラッキー。脱出できた。脱出できた。引導渡しちゃった。いや結構怪しい位置に入っちゃってたから、ね、確かに、うん、もう持ってかれてラッキーだなってちょっと思っちゃいました。いや脱出するためには釣られるしかないんですよそうだから脱出できたの俺だけですいいボタン入っていく。右直しました。左直しました。ナイスだ。まあ2キロ起こして勝ちっていう場面ではないからね。ネロちゃんでマットを連れてるから、うん、うん、正直次のターンでタスクは終わる。あ本当に早いな。いや俺ね超やばい、はい、私もやばいっす。レバーさっきのキル白取り合いのってメイプテでプテがハイブリさんっぽい白で、うん、白っぽい、ね、プテ視点でハイブリさんはネロちゃんが
マットアとしても厳しい、まあ、まあまあまあうまくキルすればワンチャンあるからちょっと隠しろは出せないけども、結構厳しい位置。そうだね、ネロちゃんがマットはどういう経路で、あ、いないんだった、ごめんなさい、なんでもないです。ハタサコはね、アーカイブラウンジカモ、アーカイブの本タスクを一緒にやってラウンジ貨物まで来て貨物から引き返してラウンジアーカイブで発見だと思いますよ。じゃ あ, あ、なるほど。じゃあ俺がトイレタスクしてるときかな、トイレ全部開けて誰かが開けててそこに入り込んだ形なので扉閉まっちゃったんで俺は出るときは。いや正直釣れないっす、僕的には。釣りたくないっすね、わかんないっすねマジで。昨日かキルで言ったらやっぱガミブリ見たくなんと俺も思うんだよね。ローラーは飲めないですけど確定じゃないと。いやガミさんから初手ハイブリさんを疑わないのが意味わかんないなって。僕アーカイブ聞いたら真っ先にハイブリさん疑いそうかなと。初手？いやさっきの畑さんの2キル目、はい、白は全然出してないですよ。白が出ないとその疑わないは違うからって思ったんですが、まあまあ、まあ、さっきのに関しては本当ネロちゃんの死人があるはずなのね。で、ネロちゃんがマットだったらもう疑われ位置になっちゃうからしょうがないって感じやけど、うん、そうっすよね。いやネロちゃんマットだからちょっと正直わかんないっていうのも、うん、そう俺も白アピアの仕様がなくなっちゃった。あんまり僕視点はあんまりガミさんっぽくないとか、ネロちゃんだってネロちゃんから先に釣られたけどガミさんからプテムスはライン切りがあるから、わかんないけど、うん、ネロちゃんなんかマットってバレること前提の行動を取ってるはずなんで、さっきの言動ってあんまりなんかどっちの予想にも入れない方がいいかなと私は思ってます。生きる目に関しては第三者は難しいと思ってほしいですけどね。不死身屋はあんまり黒っぽく見えないけどな、さっきのキルに関しても。でも浮いてるから昇降機からベントキルとかはできたんじゃないですか。なんかガミさんがハイブリさんではなく僕を疑うのであればなおさら違和感は感じます。いや1分前にボタン押しましょう。まあ、ミーティング3級だけ気をつけましょう。そうね。うん、どっかでイーグル通すればもうワンチャンある。うん。いや、タスクが厳しいね。うん、そうっすよね。プテが異常に速いっすよね、今回ね。速い。うん。これは、次も微妙なキロ来たらもう、うんうんうん。生きてる人を来るメートルかわいそうなんかも。誰か一人涙じゃないかな。うん。わかんないときはまあ適当に釣るってのもありだと思うんだよな。うん。適当にね、もう。お前や。いや紙ボタン来たな。ナイスナイス。いや正直ね、慎太郎のせいで全然わかんないんですよ僕は。せいで。一応僕がハイブリさんを疑ってない、あ、疑ってないわけでもないんですけど、疑わない理由だけ言うと、タオルタスク中にハイブリさんが抜けてって、その時点ではキルクール全然開けてないはずなんですね、うん、ハイブリさんがシャワーからアーカイブに行った時点では。で、その後、まあ、特に僕は慎太郎さん、畑迫さん、ハイブリさんを見てないので、特に誰も黒くは見えてないっていうぐらいですね。うん、ただもう死体位置ずらすとかは全然なくなってるので、うん、逆に浮いてる人の方が黒いのかなって。ハイブリさんはプテハシさんが白く見てるんであれば、はい、まあ俺視点は一応懸念であったのは、プテ君を、死人した後下に行ったのでワンチャン弁当があるのかなと思ったから、メイヤ君とどこで死人したのっていうのを確認したぐらい。あ、プテの弁当は絶対ないですね、うん、って言ってる以上は、まあまあ、でメイヤ君がプテ君が持ち下がってんやったらガミさん釣りたいって言うかなって思うから、より一層白く見てるんやけど、他がちょっといまいち分かってないんで、その全員の位置情報が、ね、タスクはまだどうですか。タスクは一応次のターンで終わるとは思う。俺は終わんない。俺は終わんない。だったらいけると思うんで、私は結論から言うと釣りたくないとだけ。ボタンを押せる人は面白いな。ボタン押せるから次ゲンタン。そうね。金庫とミーティングのタスクで外ボタンを押します。じゃあ僕昇降機右張り付いとくんで。あのみんだけ潰せなかったのがね、ちょっと頑張ります、心残りなんですが、正直、まあいいでしょう、まあ、固まってはいるんだけど、めっちゃ残ってるから、俺。うわ、わかんねえ。これ、マジわかんないっすね。いや、なんか全然考えても何もわかんないわ。いや、なんか、その、ガミさん、ハイブリさん、ポスターの時、プテまでインポスターになっちゃったりしそうな雰囲気も出てるし、ほんとわかんないわ。ガミのも当てたいんだけど全然差がない。いやトータスさんは結構でも僕人外っぽく思っちゃってますけどね、動き、うん、さっきのコックピットの件か、いや、うん、
うん、いやーこれ生きてなくてよかったな。確かに。よかった。うん、めっちゃ緊張するよ。ねえ、なんかライン戦っぽいけどそうでもないっていうのがおもろいですね。うん。どうすんだろう。ただわかんない。ただわかんない。これどうすんだろうな。あ、ミサボか。ティング死ぬほど人いるわ。そろそろ多分キル取りたいっすよね。うん、ここで1キル挟みたい。うわ、藤上がミーティングタイム。取りたいよね。ここにしろ取り合ったら強いな。うわ、ああ、うわ、ドータスさん。さんおお、ナイス。ドータスさんですね。ハブね、今。ミーティングダッシュで行ったら、誰か死んでるかもなと思ったんで、誰もコメサボ来てなかったから、ミーティングで死んでんじゃないかと思って、ミーティング行こうとしたら、プテオとお父さん切ってました。いや、どこで切ってました？エンジンのね。あ、エンジン。うん。じゃあ、ミーティングは藤宮くん、ガミさんを置いて、はい、状態なので。ゲームは貨物で一人です。ただ、トータスさんと序盤にお会いして、トータスさんが、まあ、コメサボ直しに行くルートだったんだろうとは思います。うん。トータス、いや、どうだろう。今、ガミさんのキル警戒してたけど、ボタンから動かなかったから、インポスターだったら、うん、お互いキルしそうじゃないですか、ガミさん。まあ、ミーティングでキルしてもう1キル狙った方がって、うん、僕がインポスターの思考だったら、そうなってたんですけど、してこなかったから、うん、っぽいなかなって思って、まあ、いや、ゲンさんかな。消去ゲンさんって話に上がってないから俺何も分かんないんだけど何もしてない側の何もしてないえでもトータスさんは確定なの、ね、トータスゲンってあんのそもそもあんじゃないですかねゲンさんはさっき浮き1だからまあ浮き1っていう点では僕と一緒の条件で、うん、エレキで私一人やったんですけど貨物になんかおられた方いたっておっしゃってませんでしたじゃあその方に蓋していただいてるわと思って私黙ってたんですけどさっきメープって2キル目うんどこまで行ってるんでしたっけ？ハタサコキにいる人いるとか言って、ハイブリップテがいたはず。僕もいましたよ。エレキから行こうとしたらそっちの方が近いから、そっち側から私が行こうとしたらお二人どちらかに私が見られるはずなので、まあ私は関われないよなっていうつもりでした。もし疑われたら。あ、まあトータさんつってタスクで行けると思います。うん、あ、タスクは行けます。メイヤさんやって。トータさん。店長。あれやね、俺ちょインベーダーやからあれやな、ね、インベーダー暴れる厳しいね暴れる今日もやばいやばい幼稚な暴れ方しやがった戻ってくんなあんなところでねいやいい感じだったね凶暴化ないなんとか凶暴化する前に連れるとさすがに宇宙空間だったら大丈夫やろ漂って戻ってこれないやろちなみにあと一人も俺分かってないんだけどおお誰だ誰なんすかねもうどうやってキルしたんやろと思ってたからなずっと分かんない持っていかれただけだからあっちにキルが入ったっぽいえ誰え誰どうなってるんだ止まってるあ、藤宮死んでるすごいとこで死んでるはいはいすごいとこどこで死んだんだやばいやばいおおこれは強いマジかこれなになにどこどこどこおおおおおいやーおゲンさんゲンさんですタスクは次で終わります僕は終わりました。終わってます。僕があと貨物で配線つないだら終わります。いやもう展望のアップロードで終わりです。書きます。あこれ多分でも俺怪しいよね。メイヤ君からの権限みたいな。えっとね一応ねセルフだとしたらかなりの時間差セルフなんでハイブリさんがインポスターとしたらあの僕バイタル見てるんで藤間が死んでるのを確認してから、うん5秒7秒ぐらい経ってからのレポートだからハイブリさんがやセルフレポートしてる場合はなんかちょっと効率悪いなとは思うかな。ただ私がハイブリさんの今ちょっと後ろにいるので、多分私にレポートされる前にレポートしたかったのかなと思います。状況としては。ハイブリがガミさんに見てもらったと思うんですけど、店舗からキッチン武器庫の方に上がっていったと思っていて、で最後エンジンの給油タスク終わってから、藤宮くんが武器庫の方に降りていったので、キルされたら嫌だなと思ってさ調べながら行ったらキッチンの上の方で。
死体を発見しました。ちょっとエンジンの給油が終わった後に、通信室のダウンロードやってアップロードしようと思ってる途中です。ドアが全部閉まったんでかなり時間かかっちゃいましたよ。ガミさんの俺シロが確定したので、うん、ガミさんが貨物のあれで終わるんだったら、メイヤ君とかガミさん視点、俺とゲンさんの差がないんだったら俺はもう終わってる主張なので、うん、これ私釣られても間に合うわ、どっちでも大丈夫です。まあそう、ちょっと聞きますか。スキップでいいんじゃない、ガミさん終わるんだったら。でもいいと思いますよ。終わります、終わります。で、一応俺、リアクターで鳴らしてレポートだから。まあ、そう、ゲンさんからしたら、ゲンさんが後ろから来たから。いや、マジクルーの警戒意識がめちゃくちゃ高かった。ハイブリさんの方が白っぽく見えちゃうな、バイタル情報と組み合わせるとな。あと、私一応、コミサボ直しました、あなた。ガミさんは直さなかったけど。まあ、スキップします。タスク行きましょう。で、私が扱い終わってないのは、あの、サボ直してるからってことで、一応、しばらくさせてください。サボを覚えてました、その前に。タスクを。なるほど。調達圏の2路ってあるん？まあ、間に合うと思います。はい、ここでガミさんの両手を折れてくるやんから。いや、配線ができない。貨物の配線が2個目である可能性が。はい、いやー、戻ってくるなんだところで。誰もあれコミュ直してないからさ、ミーティングで切る起きてたらやばい、積むなと思って、もミーティング行こうと思ったら目の前ミーティングは人いっぱいやったんよ。そういうことか。よかった、ガミさんちょっとめっちゃ死んでしまったけど、つらくてよかったな。いや、ネルちゃんさんのおかげで、私ネルちゃんさんが私の現行犯見てるんですよ。だからそうなんや、私の記憶がなくて、どうやってやったんやろって思いながら、素晴らしかったです。ゲームはでも難かったな。うん、めっちゃいいけど、うん、全然わかんない。